今回は1月10日のアプデで情報修正の入った求心早々を紹介していくよ。効果時間が 11.2 から12カウントになって強みあった長さをより活かしやすくなった調整。求心は他の英傑亡霊より効果時間が 0.4 カウント長くて、大半の亡霊と打ち合った時相手が先に切れることになるね。他の亡霊の基準になる最も基本的な亡霊だけに効果はシンプルやけど、これだけ長ければ十分戦える性能やと思う。それと今回は最近は英傑対戦の方に行ってたけど、三国志アップで来たしやってみようって人の役に立てたらと思って英傑対戦っぽい4枚デッキを使ってきたよ。投稿者は低枚数デッキを全く扱えへんから拙いところも多いと思うけど、ああこんなもんでええなら久々の自分でも三国志やれるかもくらいに思ってもらえたら嬉しいわ。天皇開会祖にして漏らさず太鼓を鳴らせ。決めるよ、決めるやつどけ。決めるやつ見えた。決めるやつ見えた。あばよ見えた。オーケこんな感じで相手の計略が切れた後も残り続ける。強みがより濃くなった A 調整やね。見えた。今回の調整内容は全体的に遺産が高い時期が長い非計略やおそらく勝率が低かったであろうカードの強みを底上げする感じで印象のいい修正に感じたよ。個人的に注目しとる情報修正カードは過去の大号令の孫権。あれだけ強くなれば英傑対戦の全盛期明智みたいな武力プラス5の号令と鉄砲超絶強化を一度に使える状態になりそう。我がマナコは誠を見抜く。ここで捕まるわけにはいかない。逃がせ。あばよ。逃がせ。見えた。逃がせ。
くれる人はいないの。今乱世に誘惑する総猛族のもとに集え。今こそ猛虎の魂を受け継ぐ時。あばよ、帰らせ。視界が揺らぐ。あばよ、帰らせ。それで守ってるつもりか。なりすぎたか。アバよ、アバよ。今乱世に誘惑する総猛族のもとに集え。決める。目が霞んできやがった。我が眼は誠を見抜く。決める。アバよ、援軍は来ないか。アバよ、今回は2000あるよ。2戦目はお相手も情報修正されたばかりの紳士を使ったデッキ。紳士も武力5の魅力持ちであることを考えるとサブ計略として採用しやすい性能になったと思うよ。悪なる進軍は俺が止める。逃げて。つまらん、つまらんな。学びが足りませんわね。逃げて。なに、これほどと。逃げて。直前で一番入れたかった香料が外れたの早だそう。そもそも曹操がすぐ謹慎で勝負できる位置取りすべきやったな。低枚数デッキですら広く展開したがるのはほんまにあかん癖。
と見事な。つまらん、つまらんな。何？これほどとは。はい。学びが足りませんわね。攻めるのは年下の仕事だよ。この道を阻むことはできん。もう、もう、もう！モーグ解放！アスター視聴ありがとうございました。格合大戦も終わって、ここからこそが三国志大戦の本番やね。